突然ですが皆さん、シャトルランは好きですか？新年初動画からトラウマを掘り返すなという声が聞こえた気がしますが、今回は、シャトルのように大宮と内宿を往復する、ことに名称が由来している、ニューシャトルに乗ります。ニューシャトルもシャトルランも日も延々と往復するものです。しかし人生に、本数は平日ラッシュ時は5分間隔。夜は15分。それ以外は10分間隔ですね。平日13時台に謎の15分間隔があるのは、利便性向上の下で10分間隔を増やすという、度重なるダイヤ改正の中で、13時台だけ生き残ったからです。大宮から内宿まで、1から3分間隔で駅があります。終点の内宿まで乗ると、25分かかりますね。12.7km の路線なので、標定速度は約時速 31km。標定速度 28.4km のゆりかもめと比べるとだいぶ速いニューシャトルは、どんな走りを見せてくれるのでしょう？なんか聞こえてきましたね。なんでしょうこれ？文化？あ、銀河鉄道999でしたねこれ。さすが鉄泊につながる路線です。あれ？電車来ませんね。あ、もしや。こっちから来てました。てっきり、線路があっちに続いていたもので、本当はどんな線形なのか気になりますね。あるいは私が幻覚を見ていただけでしょうか。あれが文化に聞こえたくらいですし。ヘキサゴンでモダンな LCD 発射場です。洗練されてますね。個人的に、現在時刻のところがデジタルになっているのが好きです。この車両、可愛いんですよ。本当に本当にちっちゃい方向幕が、かわいい。もうそろそろ乗りますか。今日は土曜日なので混んでいます。というわけで混雑の中、大宮発車。個人的に鉄泊でどれだけ降りるのか、ちょっと楽しみです。しばらく回り続けそうなので、画面酔いには注意してください。ニューシャトルは大宮から上越新幹線に沿って北に伸びていく、新交通システムです。開業は1983年12月。新幹線の建設に伴って開業した、埼京線みたいな歴史をたどる路線です。上越新幹線の開業からほんの1年と1ヶ月で開業しました。国鉄時代、昭和時代からの開業という、ゆりかもめよりはるかに歴史のある路線です。右側にごつい線路が見えてきたと思いますが、あれが新幹線の線路プラスニューシャトルの線路です。新幹線と並走するから新幹線かなんか見えるのではと思いますが、大宮から鉄泊の区間では、あまり見えません。子供目線ならなおさら、あ、もう往復曲がることはないので酔い止め消しときます。こんなグネグネ線形になっているのは、折り返しを円滑にするため、線路をループさせることで、サクッと折り返せるのです。なおこれはニューシャトル内では、大宮駅以外には存在しない構造です。大宮から鉄泊までは1駅なので歩けと思う人もいるかもしれませんが、歩くと20分くらいかかるので、子供の足ではきつそう。というのもあってか、鉄道博物館駅は、ニューシャトル内の乗降客数第2です。もともとはこの駅は、大成、という駅でした。今も副駅名として残っています。鉄道博物館を出たら、マジで？ってくらい空きました。具体的にはこのアングルでビデオカメラを回せるくらい、さっきまで窓に張り付いていたのに、需要の流れがよーくわかりますね。ということもあってか、だいぶかっ飛ばします。それでも大宮よりの日間を除き、駅はだいたい1キロ間隔で設置されています。バスに近い利便性を確保したとのこと。今の時代だったらバスそのものを運行しそうなものですが、さすがの時代です。地域住民の足としてはもちろん、2007年に鉄道博物館が開館したこともあって、今もいい感じに需要があります。座席はオールロングシート。ふかふかでフォールド性があります。快適です。ちなみに1ドアなので、座席数は結構多めです。そうなんですよ。1ドアなんですよ。1両あたり8メートルしかありませんから、シュールとは言ってもなんだかんだ頷けます。
旧シャトルは変更通システムなので、ゴムタイヤで走ります。そしてギリギリ高圧電流も流れています。ですがホームドアは設置されていません。なのでしょっちゅうホームには降りないようにとアナウンスされます。ユリカモメなどと違って申し訳程度に柵があるだけなので、ご注意。ま、路線関係なくどこでも線路上に降りるのダメなんですけど。お、いい2系。こんな風に走行区間によっては新幹線が走るのを見られるので、ニューシャトルは、走る新幹線博物館、ですね。それとも、走る新幹線博物館、とすべきなのでしょうか。新幹線の線路を挟む形でニューシャトルの線路が敷かれています。大宮に近めの駅は上下線がだいぶ離れているのも、ニューシャトルの面白い面。お、B7 系。電車を待っている間に新幹線にスルーされるのも、特徴的ですね。ちょっと前面展望をしてみましょう。ニューシャトルは自動運転ではなく、ワンマン運転が行われています。そのため、ガラス1枚隔てての張り付き前面展望はできません。あと、客室と運転室を隔てる窓も小さめなので、ちょっと姿勢を低めにするといいです。話題はガラリと変わりますが、線路はずっと新幹線の線路に沿っています。スピードを出すためにまっすぐになっている新幹線の線路に沿っているのですから、ニューシャトルの線路も結構まっすぐに、それでいてスピードを出せるようになっています。最高速度の時速60キロに近いスピードは、割と遺憾なく出してくれますよ。しかしその隣では新幹線が3倍4倍のスピードでかっ飛ばします。上越新幹線の E2 系、E7 系、W7 系、それと東北新幹線の E5 系など、車両はいろいろ。絶賛開発中の山形新幹線の E8 系も、いずれニューシャトルと並ぶ日がやってくるかもです。しかし悲しいことに、E4 系はすでに引退してしまっています。もし E4 系が現れたら、うわぁ急に壁が現れたー、とかネタに出てたんですけど、撮影日は2021年10月9日。E4 系の定期運用引退は10月1日。だからもう E4 系をニューシャトルの車内から見ることはできる。今調べたんですが、10月9日は臨時列車として、サンキューマックス時&やまびこが運行されていたみたいですね。なんという良タイミング。あ、向こうに止まっているのは2020系です。終点の内宿についてしばらくしたら解説します。ピントが合わない。ピントが。あ、合いました。もう発車しちゃいましたが。次は丸山です。ここで東北新幹線の線路とお別れ。そしてここいらで一旦上越、北陸新幹線の線路の下に潜り込みます。さて、平日朝には5本だけ丸山行きも存在します。また、丸山始発の列車もこれまた平日20本ほど存在します。というのも、この丸山駅近くには車庫があるんです。2020系を編成、2000系7編成に加え、さらに仙台の1050系に編成はここを拠点としています。今さらっと触れた1050系ですが、1990年運行開始の、四角い雰囲気の車両です。さらに仙台の1000系をモデルチェンジした方です。丸山から先は単線になります。単線とは言っても全駅ですれ違いができる構造になっています。そのため、平日は単線区間なのに最短5分間隔での運転が行えます。あ、そうだ。列車はすでに埼玉市を脱出し、今井の町にいます。大宮から吉野原まで埼玉市、原市、湘南が上尾市、丸山から先が伊奈町です。次は伊奈中央ですね。もちろん伊奈町です。中央というだけあって10分歩けば伊奈町役場があります。次の停車駅は羽貫。実はニューシャトルは当初、羽貫までの部分改良でした。1983年の部分改良に対し、羽貫から内宿までの改良は1990年。これはざっくり言うと、その土地の主と論争があったから、団結小屋まで設けて、羽貫から内宿間の開通に抵抗したんですよ。結果ですか？この列車が内宿行くってことは、ちゃんとどうにかなったってことです。最終的には空中券をもとに、なんとか開通させました。今でも転熟した団結小屋、およびそれに抵抗するためのシェルターは残っています。なお下りでは取ってません。それ以上によるメロンが真っ先に歯向きで思い出したのは、駅メモキャラクター、歯向きみゆーでした。登場時は11連ガチャを2回引くほど課金していたそうです。次は内宿です。
短いもので、大宮発車から内宿までほんの24分で着いてしまいます。というわけで内宿到着。旅行新幹線が通る以外は静かな駅です。最寄りの高崎線の駅は桶川です。なお徒歩50分。これは胸に刻んでおきたいですね。改札外に出ました。簡易改札機の隣には運賃表と券売機。それと、めちゃくちゃ味のある売店があります。ニューシャトルの駅舎に佇むオールド。いいと思いません、こういうの。いいですよね。周辺は住宅が並んでいますが静かです。22番線くらいまであって、ホームの数だけですでに騒がしい大宮駅に比べると、こちらは使われるにしても2番線まで、かつ人気もそんなになくのどかです。そろそろホームに戻ろうと思うんですが、帰りはニューシャトルの別の、2000系以外の車両に乗ってみようかなと思います。10分間隔ですし、すぐ乗れるでしょう。11時30分発に当たるこれはどうでしょうか？なるほど、もう10分待つことにしましょう。まもなく2番線に電車が参ります。危ないですから下がってお待ちください。お、E7 系が来ましたね。いや乗れるのはそっちじゃないんですけど、でも新幹線と並んでやってくるとなんだか暑くなりますよね。もしや、内宿にいることトータル30分ほど。2020系がやってきました。六角形の車体が特徴的です。なんでストレートでも角幅でもなく、六角形の車体にしているのか？座席を理想的な角度にするのと同時に、車内をできる限り広く見せるためです。相変わらず方向幕に対するスペースは取られていない上、依然として3色 LED ですが、乗ったら外から見えないので気にしないことにしましょう。地味にニコニコ編成。車内の雰囲気はゆりかもめ7300系やトネリライナー330系に似ています。製造元が同じ三菱重工なので、そりゃそうなんですけど、少なくともニューシャトル2000系と雰囲気が大きく違うのは確かです。一方で一段の3色 LED など、変わっていない点も多々あります。路線図は LED の上から横になりましたね。地味に伏線単線にも対応していますね。一番気になるのは、数を1にある窓です。これにより、景観が良くなるそうです。とりわけ背の低い子供にとっては、10年ほど前に見られた、A 段ドア特有の高い位置の窓とは全く違う雰囲気ですね。前面展望は、特に姿勢を低くしなくても十分楽しめる感じになりました。実際にカメラを回してみるとこんな感じ。2000系より見やすくなったかと思いましたが、大きくは変わりませんね。大宮行き電車の中ではほとんど寝てたので、上り列車で特筆すべきことを今言います。鉄道博物館と鴨宮駅の間ですが、ビルのせいで線路が普通には引けなくなっています。そのため、新幹線の線路の下に線路を設けました。とすると当然勾配やカーブが生じます。なので、その区間では速度を落として運転します。下り2分に対し、上り3分の所要時間が同区間で生じています。あ、起きます。2020系についてもう少し解説入れます。2000系は2015年から運行されているニューシャトル最新型の車両。東洋 IGBT-VVVF が使われている点は2000系と同じです。むしろ大きく変わったのは外装。デザインが大きく変わったのは見ての通り、2000系とよく比べてみると、ドアも外吊り式になり、輸送力が向上。また、ステンレス製からアルミ製に変わった点も特徴的です。このおかげで、各車両が 0.5 トンから1トンほど軽くなり、省エネ化も図られました。そんなわけでキラキラ新幹線にも劣らぬ未来感のある車両のおかげで、2016年度のグッドデザイン賞を受賞しました。なお2016年度のグッドデザイン賞は、大阪環状線の323系も受賞しました。それだけ良いデザインだったということです。寝ます。寝てたら大宮に着きました。というわけで本日はニューシャトルに乗るという動画でした。かなり歴史のある新交通システムですので、鉄泊に用事があるとき、大宮に訪れたときなんかにはぜひ乗って、楽しんでみてください。
私はこれから二度寝すべく家に帰ります。ご視聴ありがとうございました。